デイアン・ブラブニチャルは、スロベニアのバイオリン奏者、リュブラナの生まれ、地元の音楽院で、フランスタニッチとカレルルペルにバイオリンを学ぶ。1957年に卒業後は、1960年まで、モスクワ音楽院に留学して、ダビド・イストラフの指導を受け、また、ローマ聖チェチーリア音楽院で、ピーノ・カルミレッリにも指示。1967年から、 母校のリュブリナ音楽院で教鞭を取り、1993年から2001年まで、同音楽院の院長を歴任した。リュブリナにて死去。アンドジュバイオリニストデアンブラバニッカー。RTV スロー、オリジナルの2018年3月24日、時点におけるアーカイブ。 https://archive.is/ew8ti2018 年3月24日閲覧。デアン・ブラブニ・チャルディスコグス・ハット、アンド・ジュエーデンのハバレ・センジャナイ・スラブンスキー、バイオリニストーフ、siol.net。オリジナルの2018年3月25日時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュ www.peep.as スラッシュ cfef4622018 年3月24日閲覧。ありがとうございます。